はい、こんにちは。9月21日です。この間ね、動画アップしたら、コメントで、私はもし5次元に行って、母は3次元のままだったら、母はどうなるんでしょうか。一人ぼっちになったらかわいそうだとか言うんですよね。いや、そういうのはないんですよ。もうその3次元のシフトに行った時に、お母さんは今の境遇のままの3次元じゃないわけです。ちゃんとうまく采配されてて、居酒屋に働いてたお母さんが、実はその時点では公務員を勤め上げて、ちゃんとお金もあって、年金もたくさんあって、健康でね、ゲートボール行くのが楽しみなね、お母さんに変わってるわけですよ。またはね、いい旦那に巡り会って2人で暮らしてるわけです。新しい世界線になったとしても、魂はちゃんと采配してくれるんで、ちゃんと生きていけるんです。寿命が来るまでは魂はちゃんと生活の采配をしてくれるわけです。例えば人生、今40歳50歳の人っていうのは、今まで不思議とさ、奇跡的に生きてきたわけじゃないですか、綱渡り的に。で、奇跡的にさ、大金持ちにもなってないわけですよね。生きるのがさ、みんな下手ですよね。でもさ、魂っていうのはもう何百回も生まれ変わってるんだから、魂にとっては生きることなんていうのは簡単なことなんですよね、この地球上で生きることは。だってもう経験がすごいんだから。だから魂はちゃんとそこそこ生活できるように采配してくれてるわけですよ。人間、その生きてるその人が知らないうちに、魂はいろんなことをさ、采配してくれてるんですよね。だからみんなさ、途中でさ、飢え死にする人なんてほとんどいないじゃないですか。魂っていうのは、見えない部分でちゃんと采配してくれてるんで、心配することはないんですよね。それがまた不思議なとこだと思いますけど、私はそう思います。ありがとうございました。